足らへんと。1991年任天堂。トライフォース。ほわー、ゼルダの伝説神々のトライフォース、1991年任天堂ということでね。だからもう30周年やるんですかね。遥か昔、山と森に囲まれた美しきハイラルの大地。全知全能の力を持つ黄金がこの地方のどこかにあると伝えられていました。そのハイラルの王国で黄金が隠された聖地への入り口が見つかり、多くの人々が争って聖地へと消えていきました。へしかし戻ってきたものはなく、また悪しき力がそこから湧き出てきたということです。何が起きたんでしょうね。そこで国の王は7人の賢者に命じ、聖地への入り口を封印させたそうですね。7賢者です。封印は二度と解かれることはないはずでした。しかしそれらの出来事が伝説となった頃だ、遥か昔。ここに封印を解こうたくらむ謎の司祭アグニムがいました。城の兵たちを操って七賢者の血を引く娘たちを次々生贄に捧げていったのです。アグニムめっちゃ悪いやつや。やめてあげて。うわー、生贄の仕方えぐ。そして王女ゼルダが生贄に捧げられる運命の時ももうそこまで迫っていました。ゼルダ姫が生贄にされちゃう、ちゅう話らしいですわ。だそうですよ。それでこれセレクトボタン、スタートボタン、ちょっと一回押してみて。セレクトボタン特にない。スタートボタン、何、始まります。コピーモード、キルモード、何これ、なんかある。コピーモード、キルモードは何だろう、ちょっとわかりませんけど。この狙い撃ちの感じ。問う、キー、チーでいきますか。あ、4文字がマックス。よかった、トウキチで。ねえ。なんだよね、五所川原とかっていう名前やったね。もう無理やったもんね。五所で終わってたもんね。おっしゃ。じゃあトウキチでいきましょう。じゃあこちらで始めていきたいと思います。よろしくどうぞ。助けて、助けてください。私はお城の力王に捕らえられています。私の名前はゼルダ。6人の生贄が捧げられ、私が最後の一人。ほう。城にやってきた司祭アグニムは生贄を使い7賢者の封印を再び開こうとしています。ほう。私はお城の力の中、助けて。なるほど、なるほど。とりあえず、ゼルダを助ける物語が、お、トキチ、わしはちょっと出かけてくる。心配することはない。朝までには戻ってくる。家は出るんじゃないぞ。これ、誰、お父さん、お父さんが誰かわかりませんか。フラグがすごいですよ。あ、もう武器持ってんじゃん、お父さん、おじさん。いや、俺ここでもう一回布団かぶる勇気ないな。出るか。さ、布団が恋しいとかある。で、A ボタン、 A ボタンなんか調べたりできるってことかな。ちょっとこれは何、お持ってる持ってる。で、 A で、あ、 A で投げるんだ。 A で持って、 A で投げる。 A で、あ、掴んで引っ張ったりでもできる。あ、かわいい、引っ張ってる、かわいい。それね、今操作を勉強してるところなんで、僕人生初 2D ゼルダなんでね、いろいろよろしくお願いします。なんだねー。カンテラを手に入れた。Y ボタンで灯籠に火をつけれるぞ、ということで。あ、じゃあ、カンテラですね。カンテラはあれですね。なんか火をつけれる、なんか、あれですね。シリーズでおなじみ。あらあら。ほんほんほん。ほん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 。こういう感じでいけると。なるほ
ほどね。もう一回布団かぶることはできないと。ベッドの下に何かとかはない。じゃあ、外出るなよって言われたけど、出ますか。ダニン、助けてください。私はお城の力に取られています。これ早くしろってやつだ。ごめんなさい。お城の周りから中庭に通じる抜け道があるはずですよ。お城の周りから中庭に通じる抜け道がある。ほう。超嵐じゃん。草も投げれると。草投げる。草と草を当てても壊れたりはしない。でもお金はちょっと拾ってきたいね。これなんだろう。これは取り持ったりはできない。家の後ろには何かあったりとかしない。なんだなんだ。こんにちは。子供が夜更けうろうろしてるんじゃない。大人になってからだよ。何、大人になったら入れるってこと？大人になってからうろうろしていいってこと？でもよくね、僕もちっちゃい頃は門限とかね、こう、決められてたんですけど、田舎なんで門限うんぬんの前に、帰ってくるのに一苦労みたいな。そんな感じだったらね、本当に、だから遊ぶ約束とかできねえな、みたいな。道に迷ったら、X ボタンプッシュで地図が見るぞ。お前知ってるか？ありがたい！この人は？モノさんって A ボタンを押す。物が片付けたりするぞ。お前知ってるかい？優しいじゃん、この人たち。お前が勝手に出したとき、お前が剣を手にしたときは B ボタン使うんだぞ。お前忘れない。ありがとう。他には？通常で光る点は多分目的地だ。お前知ってるか？この人めちゃくちゃいい人じゃん。宝箱を開く。俺たちと話すといろいろ分かってためになるぞ。お前知ってるだろ。知ってます。存じ上げております。ありがとうございます。他は？もう一周するんだ。会話が。OK。じゃあとりあえず X ボタンを押してみましょうか。ほい。今ここで、お城が上なのね。で、周りからなんか抜け道があるよってことね。で、ここは目的地だよってことか。じゃあ上に行けってことですね。もう完全に下だと思って、下行こうとしてましたが。結構広いですね、マップ。そして、ぬるぬる動くね、マップ。いろいろありそうですね。楽しみだなーって話ですね。もう一回 X ボタン押すと、全体像が見える。ありがとうございます。じゃあ、僕はこういう時にね、関係ないとこ行きたいタイプなんで、下行ってみましょうか。こういうのちも、あれか、チュートリアルを教えてくれる門番的な感じなのか。なるほどね、ありがとうございます。みんな教えてくれるじゃん。みんな教えてくれてみんないい。やっぱ子供には優しいんだね。やっぱ子供に優しい、なんか、ヒラヒラしてて。子供に優しい、やっぱ社会をね、作っていきたいですよね。我々で。何？助けて、わかりました。ごめんなさい。はいはい。お城の周りから中庭に通じる、どっかあるよってことね。じゃあ行きます。なんかあるぞ。看板。七賢者の血を引く娘を見つけた者には、褒美として100ルピー取らせる。国王。国王、なんだっけ？国王は、賢者を守るためにこの何、お触れを出したってこと？で、100ルピーって安くない？でもね、このルピーの価値は、なんていうの？シリーズによって違いますからね。これ B 出し的なのあるかな？魔法の力が足りない。このままでアイテムは使えないぞ。今 Y ボタン押したらね、魔法がどうたこうだって言いましたね。じゃあなんかあるんでしょう。じゃあとりあえず正面玄関行きましょう。ハートの床の文字。はい、こんにちは。こらこら、城へは入れんぞ。子供は早く帰って寝なさい。城の前は、門番一人だけでいいんだ。ね、なんでもない道は、あれだってこと。入れない？全然入らせてくれんし、あとあれだね。お父さんもね、どこ行ったかわかんないんだよね。どっかから、城の中に入れるよってことなんで。何これ？これもしかしてさ。これ、投げ入れたりできる？できないか。もう10ルピーだよ。草むしりで。草むしりで手に入る10ルピーってことはさ、100ルピーマジでそんな価値ないんだよ。はい、見つけたのよねー。なんて。草むしりでほら11ルピーだからもう。じゃあ、ここから行きゃいいってことでしょ？でもね。
反対側も見たいって思うのがね、この冒険者ですからね。大丈夫です。すいません。私、冒険者なんで、はい。安心してください、ゼルダ姫。ごめんね。めっちゃ語りかけるよ。よし、じゃあ行きましょうか。姫、今行きますよ。おりゃー。ぽっちゃ。私はお城の地下牢に捕らえられています。あ、地下牢来たよ、多分。うん。お城の周りから中庭に通じる抜け穴があるはずですよ。うん。いや、今入ったとこです。はっ。お父さん。トキチ、お前だけは巻き込みたくなかった。家を出るなと言ったのに。すごいな。家を出るなとかではなく、抜け道の穴まで分かってるんだからね。すごい子供ですよね。この剣と盾を持っていけ。よく聞け。B ボタンを押し続け。剣に力を貯めるのだ。そうすれば、ある一族だけに伝わる秘剣が使えるはずだ。トキチよ。お前ならできる。ゼルダ姫をお救いする、ずる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 。お前は、姫、の、さ、姫。ちょ、なんか放送来ましたね、ちょっと。静かにしてください。に、あの、すいません、選挙カー取らないでください。今すごいいいとこなんで、選挙カー取らないでください。選挙カーというか、何々ってこと誰々ですとか言わないでください。やめてください。今すごいいいとこなんです。今我々のお父さん的なパパ的な人がお救いするのだってやってる時に今、なんちゃら党ですよっていうの聞こえたんですけど。やめてください。ね、放送に入ってないことを願いますね。重症割れもしますしね。そういう思想もないんで。じゃあ行きましょう。ぜひお救いするのは、お前は、姫の。ほら、めちゃくちゃいいところで!デレデデーン。お父さん?お父さん?お父さん?え?お父さん?お父さん?え?ちょっと、これが剣?剣、B ボタンに剣を振るんで、長押しで、キラキラ光って、回転切り。剣回転切り。なるほどね。なるほど、なるほど。回転切りは重要な技ですね。そんだけ?お父さん?お父さん?まだ、ちょっとしか喋ったことないのに、お父さん。選挙カメ許さん!ん?これ見つかったらダメとか?あ、見つかってる、見つかってる?見つかってない?見つかってないか。バレてない、バレてない。うん。あ、バレてないわ。あ、攻撃できた。無視、無視?無視攻撃した上で。あ。倒しちゃった。でもあの人たちってさ、門番やってるだけだから悪い人じゃないよね。悪い人じゃないよね。悪い人じゃない人を倒しちゃったという罪悪感はあります。ほう、ほうほう、ほう。ん?ほうほうほう。ここどこだ?困った時はマップ。あ、お城の中だね。中庭なんだね。お城の中庭ってことさ、この先目的地があるっていうことは、じゃ一回こっち行ってみた方がいい?右側行ってみた方がいい?あ、よかった!生きながらいてる。ありがとうね。ごめんね。あ、話しかけたりはできない。普通にダメージが食らう。これなんだ?これなんもない。うん。特にないか。うん。うおおお、何?お、なんか魔法。あ、瓶を投げて倒すことができる。魔法は?お、おおおお、何?あー、お、現金。でね、よいしょ。で、これね、カンデラなんですね。これカンデラって何ですか?あ、Y だ。あ、なるほど、なるほど。あ、これカンデラの、あれか。魔力のやつを、こう、なんていうの?あ、今補充できたわけね。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。一回戻って。あ、お父さんいなくなってる?処理早い。処理早い。あ、ダメだ。あれがもうないや。もう一回壺とか復活するかなと思ったけど、復活せんかった。処理早かったな。草は復活するのにな。うん。
これは？あ、あ、おらおらおらって言ってる。あ、ええ、あ、あ、剣と剣が当たると金になる。へえ、おもろ。へえ、剣と剣が当たると金って。金って。よし。お父さんどこにやった？おい！ポポポーペーペポー。いいね。いいね。サクサク進むね。右。右と正面と左にも道があるか。んー、じゃあまず左から行ってみよう。うん。じゃあこのようにマップを開くと、ああ、なるほど。ちゃんとこうやってマップが出るんだ。で、行ったところだけ部屋が分かるようになってる。なるほどね。そして結構広いのね。うん、上行ってみようか。あ、いいね。うまいんじゃない？倒し方として。おう。これマップ覚えるの大変そうだね。さっきの上のとこだね。いろいろ見てみたいけど、いろいろ言ったらややこしい。うん。こうだ。いいね。すれ違う。すれ違って大事だね。あ、ここ危ねえ。行き止まりかと思ったら違ったわ。いやー、こういうのちゃんと見落としたかしないようにしたいね。いいね。なので、これ。で、ここでこれ。石の輪。槍は？石像。あ、地下に行けるか。なるな。ここは後で来るところだと思うので。うわ、怒ってる怒ってる。ごめん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 って。いや、ごめんって。怒らんといて、怒らんといて、怒らんといて。子供がただ、お城に忍び込むだけじゃん。剣持って。あぶね。剣持って、忍び込む子供危な。だけじゃんじゃなかったね。これの上のとこにさっき来たもんね。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ通じてるんだね。すべての気持ちは通じております。で、この下もあったよね。こっちは？うん。お外！お外か。で、多分ここはショートカッティ的なところでしょ。は？何？何これ？バリア？いてえ！あ、でもダメージは。あ、クラトレーナーか。こっちにお扉もあって、お扉。でも地下にいるよって言ってたからさ。あ、でも、盾構えてる。ふう、資材のアグリムが来てから、みんなどうにかしちまったみたいだ。俺もああなるのかな。あ、やっぱそうなんだ。この資材アグリムっていう人が、この、王国をなんか、牛耳ってるってことかな。で、こうやってなんか俺もどうなっちまうんだろうみたいな人もいると。あの人はいい人っぽいね。ペッポペーポーチョーン。でも結構ハート出てくるね。これさっきのあれじゃん。あの、下通れるじゃんって出てきた。じゃ一周回ってきたんだね。で、こっちの上は？地下路行きましょうか。ここになんか押したりとか引いたりとかもできない。押したり引いたりもできない。壊したりもできない。OK。いいね。わかりやすいですね。下矢印って書いてありましたね。すまんな、仕事中。いい鍵。何かしら、マップを手に入れた X ボタンをプッシュすると、現在地の全体がわかる。なるほどね。ほう。あ、これで全部の階がわかったよってことね。まあ、でも僕結構ある程度探索してから来ちゃったわ。うふ？あ、なるほど。これあれだね。この、B1 から B2 とかね。この2つはこの上の階のこっから通じてるよってことね。なるほど、なるほど。お任せあれって感じですね。そして鍵が手に入ったんで、じゃあ行きましょう。なんて言った今。
行ってみましょう。よいしょ。でも降りる前にまずマップを探索するね。これ大事ですよ。さよならだ。あ、落ちるんだね、ちゃんと。え、これリンク落ちたらどうなるかな。え、でもこ、え、ちょっと待って、え、今気づいたけどさ、ここまでセーブポイントなくない？え、セーブないゲーム？これもしかして。え？え、セーブないゲーム？あー、ごめん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 。いや、あ、落ちた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 。へえー。で、これあれか、ちゃんとこういうのに当てるようにしないと割れないってことか。押したり引いたりできない。押したり引いたりできない。なるほど、なるほど。なんかこれ引いて、ここになんかもう一回置くとかあるのかなと思ってた。けぇ、いいね。いいね。まあ最初のダンジョンなんで、まあそんな難しくないと思うんでね。行きましょう。ほんほんほん。ほんほんほん。あ。え、何ここ？え、何ここ？え？何ここ？何ここ？ん？何ここ？え？あ、ただのくぼみか。オートセーブ、あ、オートセーブがあるんだ。へぇ。えい。オートセーブあるならなんか結構思い切った行動できるよね。まあ、どこでオートセーブされるかにもよるんだけど。うわ、上に行く。まあ、とりあえず上に行くのか。あ、でも、まず横に行きたい。ここは何？うわー、いい、閉じ込められたよー。ちょっと待って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 。ふざけんな、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 ふざけんな。ふざけんな。勝った。で、鍵がないから開けられないけど、右と左に、右と下に行くところが。じゃあ、下からやってきたら右しか行くところ増えてないわ。で、ここに鍵とかあるんじゃないの？へへへへへへ。で、ここでこうだっけ。で、地形をちゃんと利用して、こうして、ここで、こう。えい、やったね、ごまだれ。何です？ブーマラン！ブーマラン！スタートボタン選んで使ってみよう。スタートボタンで選んで。あ、今、カンテラになってるから、ブーメラン。担ぐ、読む、話す、引っ張る。あ、ちゃんと操作はこれで分かるようになってんだね。へぇ。ブーメラン。え、これで？これで？これでいいのかな？へぇ、あ、じゃあ使ってみよう。あら！結構飛ぶ？あ、5歩分ぐらい？長押しとかは関係ない。投げて逃げても帰ってくる。投げて逃げたところに帰ってくるから、うまくこう、かすり合ってみたらできるからね。へえ、面白いね、ブーメランの。何が？あ、そこそこ、さっき倒したいってことか。これどっち行く？じゃ、とりあえずこっち行く？ちょっと待って。まあ、でもま、ここ行けると分かった上で、こっち側回ってみようか。これさ、上から降りたりするとこがいっぱいあるってことはさ、こっからの脱出も自力でやるってこと。どんどん地下に行くから、こっから脱出するのも自力でやるみたいなこと。え、何ここ、え、ああ、なるほど。 B2 ってこれだけしかないんだ。 B3 が B1 サンダル。じゃ、ブーメランの力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 全然ない、ブーメランの力全然ない。ちょっと待って、ブーメラン全然無理じゃん、ブーメラン全然無理じゃん。え、ここはもうほんと、剣で行く。剣で行くよ。剣で行くよ。剣で行くよ。おりゃ！ふん。雑魚が。え、セレクトボタン。なるほどね。オッケー。オッケー。ありがとう、ありがとう。コメントありがとう。ちゃんと。ちゃんと読んでるぜ。で。オッケー、オッケー。じゃあ、セレクトボタンでセーブ画面ができるってことなんで。じゃあ、一旦セーブします。セレクト画面。あ、ほんとだ、セーブして、終わる、セーブ、続けセーブする。へぇー。じゃあ、セーブしようか。あ、え、ちょ、セーブして終わりになるんだ。へぇー。続けてゲームしよう。なるほどね。え、じゃあ、結局途中セーブで続けるってことはできないってこと？なんかいるけど、なんかいる！いやー！待って、あそこに、姫的な人いるけど、なんかいる、なんかいる、ちょっと待って。あ、え？壁貫通してる。
へい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 、ブーメランを使えないと言ったな。あれは嘘だ。ほら。ほら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 、攻撃してみろよ。このブーメランからよ。お前は俺に攻撃できないけど、俺はお前に攻撃できるぜ。これ、あれ、どのテイクバックが、なんか増えてる？おおお、ブン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 。ケイ。あ、でもこれさ、こうして距離取ったところを、こうやって攻撃ができる。なるほど、なるほど。はい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 。これでいいじゃん。ちょっと待って。投げて、溜めて、攻撃。いいね。いいね。投げて、溜めて、攻撃。いやー！投げて、溜めて、攻撃。やったぜ、そして、やったねー。大きな鍵を手に入れた。小さな鍵では開かない、錠前を開くことができるぞ。天才じゃん。死にかけじゃん。ちょ、癒してもらおうか。姫、助けに来ましたぜ。ありがとう、トキチ。あんたが近づいてくるのを感じていたわ。寄り道してるのも知ってるわ。ごめんなさい。トキチ、よく聞いて。この城の兵たちはみんな、司祭アグニムの魔術に操られているの。お父様は多分、もう、ああ、お父様！え、お父様って、ゼルダのお父さんだったかな？司祭は人間ではないわ。強い力を持った悪魔よ。あら、じゃあそいつが化けてるんだね。姉ちゃんと聞いてた？あ、姉ちゃんと聞こえてた？姉ちゃんは今隣にいないんで、全然。全然。トキチよく聞いて。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。僕、心が小学生なんで。ごめんなさい、心が小学生なんで。ねえ、ちゃんと聞こえただよね。姉ちゃんと聞こえたではないね。ごめんなさい、ごめんなさい。行きましょう、うん。じゃあ、資産に気づかれる前に急いで逃げましょう。私、秘密の抜け道を知っているの。とにかく、1階のホールまで私を連れてって、さあ、急いでってことですね。あ、ほら、やっぱり。お金かーい。ハーティが欲しいな、ハーティが。ここになんかあったりしません？姫、なんか、姫なんかハートを隠し持ってたりしません？